渡辺直美 vs 平野紫耀インスタ DM で繰り広げられた驚きのやりとり。こんにちは、皆さん。今日は、日本のエンターテイメント界で驚きのやりとりが起こった話題をお伝えします。お笑い芸人の渡辺直美さんと、元キング・アンドプスのメンバーである平野紫耀さんの間で、インスタグラムのダイレクトメッセージ、DM を通じて繰り広げられたやりとりが、ファンを驚かせました。 渡辺直美、インスタ DM が爆発。渡辺直美さん、35は、自身のインスタグラムストーリーズを更新し、そこで大量のメッセージが届いたことを報告しました。その中でも特に注目すべきは、元キング・プスのメンバーで、飛べ、所属の平野市洋さん、26からのメッセージでした。渡辺さんは、平野くん、起きたらこの画像が、 1>, 1億人から送られてきてるってくらいの DM 来てたよー、とコメントし、平野さんのストーリーズの画像を添えました。平野紫用、ファンの願いに応える。24日、平野紫用さんは自身のインスタグラムストーリーズで、ファンからの要望に応えました。なおみちゃんとコラボしてほしいというファンからのメッセージにいいんですかってか話したい。 ちょっとしか話してないけどめちゃくちゃいい方なんだよ。と返答しました。この返答にファンたちは大興奮し、平野さんと渡辺さんのコラボに期待を膨らませました。渡辺直美、驚きと期待のメッセージに振り回される。平野耀さんからのメッセージに対して、渡辺直美さんは何が起きてるのかわからなくて、とりあえず携帯投げたよう。ショーと報告。 しかし、その後、渡辺さんは真剣な言葉で、ぜひいつか話しましょう。ただ心の準備期間だけください、と呼びかけ、平野さんとのコラボを望むことを示しました。このやりとりに対して、ネット上では様々なコメントが寄せられています。 ナオミさんがおどおどしているの面白いコラボ見たすぎるナオミさん準備できたら教えてスマホ投げすぎ W、二人のやりとりが平和、など、ファンたちからの反応は熱狂的で、二人のコラボ実現に向けて期待が高まっています。結論。渡辺ナオミさんと平野志陽さんのインスタグラムでのやりとりは、ファンたちにとって嬉しい驚きと期待に満ちたものとなりました。 二人のエンターテイナーがどのようなコラボを実現させるのか、今後の展開が非常に楽しみです。この続報に期待しつつ、二人の才能が交差する瞬間を心待ちにしましょう。読者への挨拶。今回の記事をお読みいただき、ありがとうございます。渡辺直美さんと平野志耀さんの驚きのやりとりについて、最新の情報をお伝えしました。 今後の展開がますます注目されることでしょう。どうぞお楽しみに。